アレオビンデスの造形製、ディプティック、506年、ビュザンティオン。ルーブル美術館所蔵、ディプティックは、古代ローマの二つ折りの小児板や二連載弾画など、蝶津外で繋がった二枚の平板を持つ、あらゆるものを指す。語源はギリシア語のデルタパイタウープシロンカイ、ティプタイ、XO で、ディタイッチ。古代世界では、ノートの記録や時間、 方角を図るのに大変重宝された。また、ディプティクという言葉はテーマがリンクする連続した2冊の本を比喩的に言うときにも用いられる。古代末期には、ローマの執聖官になる個人を称えるために作られた、コンスラーディプテックを起源とする、表紙が装飾された、造形性ディプティクは重要な美術形式だった。ローマ帝国末期のもので現存するほとんどはディプティク、である。 中世以降、多くの板絵は、小型の個人用の携帯用のものから、巨大な祭壇画まで、リプティクの形式をとっていた。伝統的なリプティクは、年輪を刻んだ告げ材製で、ラッカーもしくはワニス処理を施されていた。中には、造毛製のもの、あるいは金属製のものもあった。バルベリーニの造毛版6世紀、コンスタンティノポリス、ルーブル美術館所蔵。 ディプティクには浅い箱型のものがある。これは2枚の木の板ででき、内側の円にローを詰めたくぼみと小さな木の毛が木ばりを収めるスペースを持っていた。牢の部分が防水処理されたノートになり、紙と違って牢を鳴らせば再利用が可能だったので、おそらく買い物などのメモに有用だったことだろう。初期キリスト教文学の中で研究されてあるディプティクはこの形式のもので、 ディプティックという言葉は、地方教会が公式な聖死者名簿を指すことが多かった。ディプティックの変欲に、少者、もう一方に、死者の名を記すのである。ディプティックに、死教、死教の名が刻まれていることは、地方教会がその死教と交わりがあることを、名前が消されることは分離したことを意味する。ディプティックに記された名前は、生体礼儀、ミサの間、タスクサイ、 女債によって公的に読まれた。また、聖人たちの名前を記すのにもディプティクは用いられた。ディプティクは携帯用の人形にも用いられた。この型のものは内側の両面に文字盤があり、一方は垂直式、もう一方は水平式の人形になっていた。両面を結ぶ紐は指自身で開いたとき、紐が ピンと張られた角度で使うように調整されていた。ディプティクは祭壇画にも用いられ、この方のものは二輪祭壇画と呼ばれる。ありがとうございます。